ニュースなラジオ。皆さん、こんばんは、新聞、うずみびの矢野ひろしです。こんばんは、北口あさのです。こんばんは、アナウンサーの福本慎吾です。よろしくお願いします。よろ,ますよろしくお願いいたします。先週末、日本列島を襲った台風十九号ですが。東日本を中心に、記録的な豪雨をもたらしました。はい、各地で河川の堤防が決壊し、えー、洪水や。 土砂災害などの被害が極めて広い範囲で及んでいますね、はい、この被害の状況についてはこの後ニュースのコーナーで福本さんに伝えていただきます、はい、実は先日、えー、名古屋行ってきました、はい、あの今日の特集で取り上げる愛知トリエンナーレあ行かれたんですね、はい、行ってきたんですが、うん あの表現の不自由展、その後を見ることはできなかったんですけれども、はい、いくつかの企画展を見て楽しんできました。そうですよね。いろんな企画展があるんですよね。そうなんですよ。うん、あのトリエンナーレというのは3年ごとを意味するイタリアのイタリア語のことでえ、はい、3年に一度開かれる芸術の祭典のことなんですね、うん、国際芸術祭としては国内最大規模で。 実は2010年から始まっています<ー>はい。で、えー、4回目の今年はあ当初先ほどね北口さんもおっしゃったように106の企画展が予定されていたんですそんなにあるんですねですから、えー、表現の不自由展その後というのは、はい、その106予定されていたあ企画展のうちの一つなんですね<ー>はい あのそこばっかりがすごく注目されているんですが、他にも素晴らしい企画展がもう目白押でしたね。ああはい、その中の一つ、特に私、えー、印象に残っているのが四十五体のピエロです。ピエロ？はい。えー、どんなピエロですか？これがね広い空間に。 カラフルな衣装をまとった四十五体のピエロが、様々なポーズで、えー、存在しているんですよ、はいえー。寝転がっている姿とか、足を組んでこういる姿、考え事をしているような姿。うんうん、実は、このピエロのポーズというのは、一人の人間が二十四時間のうちに行う。例えば、夢を見るであるとか、お願いをするとか。 嘘をつくとか、えー、<laughs> そんな45の振る舞いを表現しているというんですね、うん、えでも肝心の表情は仮面をかぶってますから、はい、え読み取ることはできませんミルガワはそれぞれのピエロから まあどんな表情をしているのかこう読み取るつまり想像力の世界なんですねあの私はボランティアガイドさんの案内で、まあ、参加された方々と一緒にこうディスカッションも楽しみました。とあのやっぱり見ていると 自分の考えしかこう浮かばないんですけれども、えー、いろんなこの参加者と話し合ってるうちにあこういう見方もあるのか、うん、あこちらから見てるんだなというふうにね感じることができました、うん、それがやっぱり、えー、現代芸術ののの見方の一つなのかなかというふうふに感じましたね、うん、ですから答えは一つじゃないいくつもの答えが見る角度によって、えー、あるんだよということを教えていただきました。 うん、うん、一つの作品だけでもじっくり楽しめますね。うん、そうですね。うん、はい。えー、残念ながら、その愛知トレーナーでは、あ、いろんな課題を残しながらも、今日閉幕しました。はい。リスナーの皆さんもそれぞれ、いろんな意見をお持ちなのではないでしょうか。愛知トリエンナーレや台風について気になること、思いなど、メッセージをお待ちしています。また、ニュースに関するご意見、番組への感想など、何でも結構です。 こちらまでお寄せくださいファックスは大阪06-6809-9090メールは今 MBS1179.com IMA MBS1179.com です採用された方には番組特製の ペン付き付箋セットをお送りします。ニュースなラジオ。今日は九時までお付き合いください。それでは、まずはこのコーナーからです。今日の主なニュースをお伝えするニュースピックアップ。キャスターの福本さん、お願いします。はい、お伝えします。台風十九号に関するニュースです。台風十九号による洪水や土砂災害で、共同通信のまとめでは。十一の県で五十三人が死亡し、十六人が行方不明になっています。 浸水の被害は東日本の広い範囲にわたっていて各地で警察や消防、自衛隊が取り残された人の救助や行方不明者の捜索を続けています宮城県では丸森町の浸水した住宅から男性の遺体が発見されるなど9人が死亡し2人が行方不明となっています福島県では郡山市で増水した川の土砂から身元不明の男の子の遺体が見つかるなど 16人が死亡し4人が行方不明となっています神奈川県相模原市緑区では今日午前川の下流で30代の母親と小学生の娘が見つかり死亡が確認されました群馬県富岡市では土砂崩れで住宅が倒壊して3人が救助されましたが死亡し群馬県藤岡市でも男性が死亡しました共同通信のこれまでの集計では 亡くなった人は十一の県で五十三人、行方不明の人は十六人となっています。台風十九号による猛烈な雨の影響で決壊した堤防は。国土交通省によりますと、今日午後一時の時点で。七つの県の三十七河川五十二箇所となっています。堤防が決壊したのは、宮城県の吉田川、福島県の宇田川、新潟県の八代川。 長野県の千曲川、茨城県の久慈川、栃木県の荒川、埼玉県の尾っ川などで、決壊はさらに増える恐れもあります。これにより広い範囲で広い範囲が水に浸かり、住宅の床上浸水は1809棟、床下浸水は1605棟に達しました。水が深いため立ち入りが困難な場所もあり、被害の全容は見通せない状況です。 千川の堤防が決壊した長野市保安ではポンプを使った排水作業を急ぎ被害の実態把握を進めています宮城県によりますと浸水で電話がつながらない丸森町では警察、消防、自衛隊がボートなどで住宅を回り孤立している住民がいないか確認しています埼玉県川越市では高齢者施設で一時200人以上が孤立しましたがきょう残っていた80人が救助されました 崖崩れや土石流地滑りなども多発し国土交通省のまとめによりますと土砂災害は19の都や県で合わせて126件に上りましたまた避難している人の数は総務省消防庁の集計で今日午前の時点で17の都と県でおよそ3万8000人に上っています 長野市金箱の自主避難所ふるさと総合市民センターには今朝およそ20人が身を寄せていました。このうち86歳の女性は、民生委員から車が通れるうちに避難してと呼びかけられて、気のみ気のまま夫や息子と避難してきたということです。自宅付近を確認したという孫から、屋根の一部分を残して浸水していると聞いたそうで、 被害状況を確認しないことには一歩も前に進むことができないと不安を募らせていましたまたこれから寒さが厳しくなる季節に向けて女性は住むところを準備しないとと話し焦燥感をにじませていました一方阿武隈川の氾濫により市街地が水没した福島県本宮市の本宮小学校ではおよそ150人が避難生活を送っています 渡辺和子さん78歳は夫と息子夫婦孫の5人で避難しています渡辺さんは浸水した自宅の2階に取り残されていたところ昨日午後に自衛隊のボートで救出されたということですものすごい雨だったが自宅は大丈夫だと思ったと話しました自宅の1階にあった家電や家具などは水浸して電気もガスも使えないし数日間はここでお世話になるしかないと話していました ライフラインへの影響も続いています台風19号による停電は今日午後6時の時点で関東地方や長野県などでおよそ6万戸となっていますまた厚生労働省によりますと断水は13の都と県の13万5 0 0戸で起きているということです続いて交通機関への影響です鉄道では長野市の新幹線車両基地が浸水した影響で北陸新幹線は 長野・糸魚川間の運転を取りやめ、本数を減らして東京・長野間で折り返し運転をしています。道路では土砂崩れにより、中央道の八王子ジャンクションと大月インターチェンジの間などが通行止めとなっています。前線や低気圧の影響で東日本や東北は明日にかけて、ところにより雨となる見込みで、これまでの雨で地盤が緩んだ地域は、 少しの雨でも土砂災害や河川の氾濫が起こる恐れがあるため警戒が必要になりますさあ台風19号については今日の10分で今を解説のコーナーでもお伝えします、はい、ニュースは以上ですこの後のコーナーでは愛知トリエンナーレに対する補助金不交付問題について元文部科学省官僚の寺脇健さんにお話を伺いします国際芸術祭 愛知トリエンナーレが今日閉幕しました芸術と政治の関係について大きな問題を提起した芸術祭だったといえます最も話題になったのは表現の不自由展その後でした講義の電話やメールが殺到したことを理由に開幕3日目で中止その後検証委員会の中間報告などを受けて今月8日に再開されました 再開に向けて動き出した直後に文化庁が補助金7800万円全額を交付しないと発表しましまた交付しない理由としては文化庁は申請書類と実態に乖離があったという手続き上の問題、まあ、つまりトラブルが予想されるのにそれを文化庁に伝えていなかったからとしています。うん、展示の中身についいいてては関与していない 検閲ではないと言っていますそれは本当なのでしょうかね、えー、この問題をどう見ればいいのか今日はこの文化庁の補助金をよくご存知の方がゲストです元文部科学省の官僚で文化庁の文化部長も務められた寺脇健さんです寺脇さんよろしくお願いしますよろしくお願いします早速なんですが今回の補助金についてなんですが これ文化庁の文化資源活用推進事業の補助金という報道がなされていますがこれはどんな補助金と考えればいいんでしょうかこれはですね、はい、あの来年の東京オリンピックに合わせて、うんまあ、あのオリンピックというのはどこの国でやろうとその文化展示もやるということを決まりになっているので、うん、あの前の東京オリンピックの時もそれをやっているんです。うん それで、まあ、来年はそ,のそういう意味であの日本の文化を見てもらう日本博日本博覧会ですね、はい、と名付けて、うん、え大々的にやっていこう。そののために今年度から、はい、あの この事業を設けて<ー>、えーまあ、だからこれはむしろ高い芸術性というよりは、はい、その日本の文化を広く知ってもらう、うん、いろんなものがあるということを知ってもらう、うん、それからいろんな日本にいろんな地域があっていろんな活動をしてる、うん、そして外国の人にもお納得してもらえるようなものを見せるという趣旨なんですね。まあ、あの国がねあの文化に補助金を出すとといいうのはうあ20年ちょっと前ぐらいからか、うんはい かなり広がってててきいいろんな芸術活動支援しようそれはなんで文化庁できて50年も経つんですけれども今年51年ですけどね最初の頃は国が文化に補助金を出すというのは検閲とかにつながるんじゃないかというこの心配がねむしろ芸術界側にも強くあったから「お金をください」ではなくっていやもうもらうとそういうことになるからみたいな。でもそうは言いながらやっぱり そううなななると商業的なものばっっかかりが盛んになってしまうから、うん、やっぱり助成しましょうという話になっていろんな形でこれやってきた、うん、まあなかなか今国全体も予算が厳しいところですから、うんまあ、だから今回のやつもね、うん、そのオリンピックで日本博があるから出すよっていうようなことで、うん、いろんな形であの補助をしたいという文化庁の気持ちの表れなんですね。なるほど、うん オリンピック関連でこういう話が出てきて、うんまあ、しかももともと補助金についてはいろんな懸念もあったということなんですがじゃあそもそもその補助金の基準についていろいろ質問が来ています虎、えー、丸さんからは文化庁の補助金交付のそもそもの基準を教えてください基準ですねそしてたぬきわんわんさんは愛知トリエンナーレ補助金のことですが、うん、どういう審査をしているんですかああ審査ですね こだから文化庁の補助金と大きく分けると2つあるんですね。とてもいいものだから出しましょうつまりその中身ですね、うん、これは映画に対するあの皆さん映画をよく見に行くとあの最後のクレジットタイトルのところに、うん、あの文化庁からとかね、はい、芸術文化振興基金っていう文化庁の外閣団体から出てるっていう形で、えー、国の補助が出てますよっていう。 映画があります、はい、これはもともとシナリオを提出して、うん、あこのシナリオでこういう監督が作ってこういう俳優がやっていったらさぞやいい映画になるだろうからじゃあ応援しましょうというね、うん、これは中身を審査する、うん、うー形<ー>それともう一つは今回の授業のように、うんはい、中身はかあの基本的には関係ありませんと、はい、ちゃんとそれが責任を持って実行されて、うん、外国の人が見に来たって、うんえー、例えば英語の展示 がないなんていうんじゃもう説明がないなんていうんじゃダメですから、うん、きちんとした体裁があって、うんえー、これが日本で日本の文化の 展示したがってその後との方のご質問のように今回の場合はどんんなな作品を展示するかなんていうのはそもそももそそ見てもないですそれは愛知・トリアンナーレっていうのが過去どういうことをやってきましたかと、うんうん、2010年に初めてあってから過去の点にこれぐらいのことをやったから今度もこれぐらいのことはできるでしょう、うんうん、そしてちゃんとその準備は進んでいますよというむしろそのいわゆる。 ハード面っていうのかな、はい、さっき言ったのはもう中身を見るのはまあソフト面を見るわけですが、うん、これはハード面を見ていくんで、うん、それがきちんとしているのかどうかと いう話だっったたわけででですすす枠組みが大切だだんですねそうです<ー>だからもともとがそのどんな展示をするかを全部見せなさいって言ったってさっきもあのオープニングのとこでおっしゃってたようにね、うんはい、106、はい、10の展覧会があって、うん、その中に何十何百という作品が展示されてるわけですからね, <laughs> そ,ねそれを全部見るっていうことじゃなくて「うん、愛知トリエンナーレ」という催しに対する、うん、評価なんですね。うん この、えー、国がですね、まあ、文化庁が税金を使って芸術を支援するというこの意義といいますかそれについてははいこれはその芸術っていうのはね、うん、あのお金ががかかる種類のものもあります、はい、例えばオペラとかから大演劇とか、うん、まあ映画もそうですけれどね、うん、そう簡単にあの例えばまあ小説とかだったら筆が1本あれば書けないわけではい、うん ないでですすよよね端的に言えばですよ、はい、漫画とかでもそんなに費用をかけずにできるけどやっぱり費用をかけないとできない種類のものがオーケストラが演奏するとかねうん、うん、そういうものがあるわけですよ。はい、でやっぱりそれには国が応援をしていかないと、うん、結局その。 もともとの費用がかからないものとか、うん、あるいはその費用がかかっても商業的に大成功して、うん、えお客さんがいっぱい入って高い入場料取ってもいいというようなことになればね、うん、できると、うん、そういう種類のものだけがいくんじゃなくてやっぱりお金はかかるけどもやんなきゃいけないっていうものがあるはずだというのがまあ国が助成をするまあこれはどの国だってそういうことでやってるわけですよねむしろ日本は少ないぐらいだと言われていますよね。うん 最初にまず種をまいて育てるっていう部分を、まあ、しっかり補助していくっていうことなんでですすねねそ、まあ、うん、新人を育てるっていうのが一つ大きいのとそれからもう一つはやっぱりそのもともと能力の高い芸術家でも、うん、その資金がないために自分の作品を世に出せないっていうようなことを応援していこうっていうのもありますね今回は一旦交付されると決まっていたにもかかわらずその後不交付になりましたよね。 こういったケースって今まであったんですか。これはですね、はい、あの、まあ、あの途中で催しができなくなった場合、なんかはあるんですね。はい、実は今度の、この全く同じ、あの補助金でもね、うん、あ,ある地方の映画祭が。 これはもうだから映画祭を開催する以前にねもうとてもこれはできなくなりましたととてもじゃないけどこれは開催が申請した時のような形での開催ができませんと言ってじゃあもうしょうがないよねっていうことでやるの今回みたいにやってしまってかつもう終わろうとしてる時にね出さないよっていうのはねなんかやっぱり特別な事情があったんだなっていうふうに思われてしまいますね。 今回その文部科学省はその補助金を払わない理由としてですね手続き上の問題というふうに言ってますよね。といこと本当なんでしょうかいやだからこれはね <laughs> トラブルがあるそういう表現の,の不自由点を中止しなきゃいけないようなことが起こる、はいうん、でもそれは予見できないんですよ根本的には。えーえー、でそんななこととするる人ががいいいわけがないという前提で やってるわけですよね別に今回はその、うん、まあ何ていうか従軍祝うふうを思わせる像があったよっていうことで怒ってる人いるけどどんなな理由でで誰が怒るかかわらないです,よですよ、ね、京都アニメーションにどうしてあんな人がうん、うん、あ,ああいう事件が起こったのかっていう時だってうん、うん、京都アニメーションの大ファンだった人がどうやらそういうことを起こすようなことも あるわけでね、うん、それをその予見しろっていうのはもともと無理な話なんです。うんうん、で、やっぱり、誰が考えても思うのは、その八月の初めに。うん、あの、川村、名古屋市長なんかが、うん、あ、もうこんなのとんでもないと、うん、日本国民はそんなの喜んでないと、うん、お、言った時に、うん、その、と、えー、菅官房長官が。はい あいやこれは文化庁からもお金出てるんじゃないのかなと、うん、ちょっと精査しろよって言われたことの影響、はい、つまり政治的な何か、はい 圧力があったんじゃないかと思わせるような状況になってき合ってるわけですよね。八月二日の定例記者会見でそういう話があって、八月三日からもうね、休止になりましたもんね。はい、んまあ、休止になったのは、別にその菅さんが言ったからじゃないでしょうけど。でも、これ、文部長補助金出していいのかっていうふうに言われるとね。まあ、今ずっと、その、まあ、これは、あの、安倍政権になって、その、別に安倍さんが悪いということよりも、その。 官僚を抑えつける、うんまあ、政治主導ということが非常に強くなっていますから政治家が特に政権に近い政治家が懸念を示したことについて、うん、役人はやっぱり神経を尖らして、うんえー、ね忖度っという言葉が流行語になったぐらいですからそうじゃないかと、うん、多くの国民に思わせてしまいましたよね。うんうん これしかし文化庁の補助金ですよね、はい、今文化庁長官というのは宮田良平さんという方で東京芸術大学の前の学長さんなんですけれどもこの方に権限があるんではないんでしょうかあの最終的にはこれは、うん、の文化庁っていうのは独立した機関ではなくて、うん、文部科学省の中の機関なんですねだから最終的な決定権は文部科学大臣にあるあ とということなんですだからこれを最終決定したのは長官ではなくて大臣ですね。うんうん、だけど実はその長官がなぜじゃあ東京芸術大学の方がしていたのか、はい、普通だったら官僚がやるわけです、うん、あの長官というのはね。例えば民間人は珍しいわけです、ね、まあ一般的にはね普通は国税庁長官とか特許、はい、庁長官とか、はい、同じ立場ですけどね、うん、役人がなる。うん、ところがそれをわざわざ今文化人にしてきたのは、うん 2002年に、うん、あの当時の小泉総理が、はい、これはいかんと、はい、官僚がやっぱり文化っていうのは文化の分かる人がねうん、うん、ちゃんと見て、うん、その人の意見を大きく取り入れてやっていかなきゃいけない、うん、というんでその実は。 当時私役人でしたけど官僚の先輩が文化庁長官にコントなるよっていう内示まで受けていてそうですねもう「おめでとうございます」みたいなことを言ってたら小泉総理が「いや駄目だと自分の小泉政権になったらその本当のね文化の分かる人を」というご注文があってでただ誰にするかっていうのは文部省でよく考えなさい。ということでね関西の皆さんには大変なじみ深い河合駿先生がね わざわざね、えー、東京まで単身赴任を、うん、もう70の時2歳ぐらいだったんですけど、うん、東京まで単身赴任で、うん、あのー、来られて、うん、それでえ4年余り文化庁長官を務めたんですね。うん、で、これは非常に。その成功で、うん、実はそれまでそのさっき申し上げたように。その。 芸術界文化芸術界側も、うん、国が金出すのはいいけれども、うん、政治家や役人がやることは信用がならないとうん、うん、政治家や役人は自分の気に入らないものはノーと言ったり、うん、あるいは政治,あの政治的なものをダメと言ったり、うん、から役人の気に入らないものをダメと言ったりするだろうと、うん、だからね、うん、もういらないよっていう団体が多かったんです。うんあのー、演劇なんかでも、あのー 女性制度があってもねそれはもらわないとうちの劇団のポリシーとしてもらわない映画人でもそういう人いましたそれがその河井長官になってみんなが様子を見てたら河井長官の意見を文部大臣がどんどん取り入れるあるいは小泉総理も取り入れるそしてその文化に対する補助がですね河井長官の時代に飛躍的に額も予算もつける予算はつけるし口は出さない。 もう河合長官に任せるよっていうサインがしっかり出てたわけです、うんうん、じゃあその頃はあは文化庁長官なんかもしっかりと、まあ、意見を言える立場というかそういう意見というより、ね、もう文化庁長官に任せるよ最終的には文部大臣責任だけど、うん、もう長官を信頼して任せますよって、うん、あなたは文化人なんだからわかるでしょうと。うんうん 私ちょうどその時に河合長官の下で文化部長っていうのをやってたんですけどだからその時にねあの予算も増えましたけれどもその芸術界側もまあ河合さんがやってるんだったらあの文化庁がね今まで信用ならなかったけどっていうんでその今申し上げた文化庁からもらわないよって言ってた劇団もあ今の文化庁ならそんな変な検閲的なことはないだろうから。 申請しましまょう、うん、あるいはあの日本ペンクラブっていうのが、はい、小説家とか集まりですけどね、うん、あれはね文化庁とは全然没交渉だったんですよ、うん、あの一見本当は文化庁に一番近いはずなのに、はいうん、あれもともと外務省の認可団体で、うん、それでしかもそのまあ小説家っていう人たちは権力に対して気骨のある人が多いからね。 あの文化庁なんかもうダメだと言ってた、うん、と,ところが河合長官になったら、うん、その当時のペンクラブの会長井上寿さんだったんですけど<ー>井上さんが「いや河合さんがやるんだったら、うん、あの自分たちもね 文化庁っていいいろろろやうじゃないか、うん、で今度は逆に石原慎太郎さんなんかが東京都知事でしたけど、はい、まあちょっと井上さんとは考えが正反対の方だけど、はい、<laughs> 文化庁なんちゅうところは大したことないんだ、うん、あんなものはダメだっておっしゃってたけれども、うん、例えば会長官が日本の文学を海外に紹介するために、うん。うん あの日本の文学作品を、うんえー、外国語に翻訳するっていう授業を文化庁でやりましょう、うん、ただしどの作品を翻訳するかっていうことについての口出しはしませんと、うん、それはあの文学の世界で決めてくださいと、うん、いうようなことをやったらこれはあの石原慎太郎知事も、うん、これはいいことを始めたなという話になる、うん、演劇でもね、うん、あの割とその戦前からある戦前の左翼と言われた劇団があの や,やりましょうって言ってくる一方<ー>アサリケイタさんなんかも実はアサリケイタさんってどっちかというと自民党政権と非常に 密接な関係なんだけどそれはまた文化庁の官僚なんかにもこんなことを俺たちの世界をやられたりないっておっしゃってたのが、うん、まあ河合さんがやってそういう文化人の考えを取り入れるって言うんだったらやろうっていうふうにやったんですよね、うん、それがねだから文化庁50年の歴史の中で特にこの20年近くは、うんはい、あ17、18年ですかね、うん、いい関係がずっとできてたので、ねうん、まあ今度のことで、うん、もういろんな芸術団体が今抗議声明を出してますからね、うん、それで世界にも 向かって例えば演劇界だと演劇界からの反対声明も出てると同時に、うん、世界の演劇団体に日本政府ってこんなことしてるんですよって言われちゃってるんでねこの打撃はね、うん、これからのその日本の文化の振興にものすごく悪影響を与える、うん、せっかく積み上げてきた、うん、あのお互いの相互の信頼関係がね、うん、これでいっぺんに崩れてしまいましたね。うん、ねラジオネーム野球好きさんからは 今のの政権だかからここううういう理不尽なことをしたのでしたでょうか萩生田さんなんで文科大臣が、えー、そして賭け問題の疑惑の人物ではなかったですかというメッセージが来ております、うん、ますあそのね賭け問題もまだ解決してないんですよ。はい、あのご就任の時に就任の時にあの萩生田文書っていうのは全然でっち上げで、うん、文部省の役人が勝手にでっち上げた。 ものだっていう,ふうにおっっしゃったけど文、はいね、部省の役人の中にあれをでっち上げなきゃいけない必然性のある人がいるなんて私は思えないんですが、まあ、それはさておきですよあの要するにやっぱり今回政治主導っていうことが、はい、その愛知県でも大村知事と、はい、おあの河村市長という政治家同士がわわわわ,わ言ってる、はい、で中央でも官房長官がそういうことを言ったり。 それから、まあ、あの萩生田大臣のこれまでの考え方を見れば河村さんと非常に近い考え方であるということは、うん、あの誰しもが知っていることなんでね、うん、だからそういう疑惑を招いてしまうと、うん、もう政治が文化に介入するというイメージが、ねうん、もう内外に 出てきてしまうというのでね、はい、これ本当にねいか今までいかにねその政治が介入するっていうことがないように少なくとも仮にあったとしてもそれが表に出ないようにっていうかうあのまあ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 って言って、えー、抑えてきた実はあのあれですね2006年かな7年かな「あの靖国」っていうドキュメンタリー映画に文化庁が補助金を出していたこれは中身も知って出してるわけですね。はい、でこれは 靖国神社の問題を中国人の、うん、女性監督がドキュメンタリーにして、うん、靖国神社のいろんな問題を提起しているでそれに対して当時の自民党の議員からあの消しからんじゃないかという話があったり、うん、それから週刊誌なんかにも書かれたり右翼の街宣者が文化庁の前に来てわって言いましたね。うん、でその時も、うん いやそれは取り消しませんそういうことで出してるんじゃないんで中を見て政治的な中身で審査してるんじゃなくて、うん、ドキュメンタリーとしてあのいい企画だからやったんですというようなことでその時は全くそのこととを取り消すすななんんてことはしなかったんですね、うん、それが今回はそれと反対のことをしてるので、うん、ああ今までと180度方針転換になったんだなと思われても仕方がないですね。うん どうもなんか犯人像がちょっと見えてきたような気がするんですけれどもしかしこの時の議事録もないわけですよねこれ。 これはね、えー、まあ議事録がないのは仕方がないので事務的に決めていってますから、はいうん、役人が自分たちなんかやるときに議事録は作りませんからね、うん、わない最初の審査のときはもちろん議事録を使って愛知取り合いになれっていうのはもう過去の実績もあるし、うん、いいですよねっていう委員がいてあそうですよねみたいなのは記録として残っているとは思いますけどね、うんえー、ラジオネーム伊原サイモンさんから文化庁の補助金支給 不死球は自検閲にあたります表現の自由を最も萎縮させるあってはならない事態ですという、ねうん、メッセージが届いていて、ね、自後検閲というふうにも見えるし、はいうん、でかつその中身について審査していない、うん、その外形的にしっかりしてればいいよということで出しているのにそれになんかその手続きがどうのこうのって言ってるけれども、うん、やっぱり外形的なもので ゴーサインを出したくせに中身のことに引っかかってダメにしたっていうようなねじれがあったんじゃないかとも見えてしまいますよねなるほどあの寺脇さん一方でですねその自由な表現をしたいんだったら あの行政の補助金をもらわなくていいじゃないかと。自分たちで勝手にやればいいじゃないかというような、はい、あの声もあるんですか。これに対してはどう思いますか。かその通りですよ。うん、あの自分。そんなことを言う人がいますけどね。うんうん、だから。その自分のお金でできるんだったら、やればいいですよ。うんうんね、で、あの、例えば友達に見せるって言うんだったら、自分のお金で。できると思いますよ。だけど、これを世界中の人に見てもらおうということになれば。はい 当然翻訳もしなきゃいけないとか、いろんなことが出てくるじゃないですか。うん、いや、実は私もその映画のプロデューサーもやっていて、映画。今、うん、来年の2月に公開する。子供たちをよろしくっていう。子供の貧困とか、<ー>あの家庭内暴力とか、はい、そういう問題を扱った映画。を もう作っって出来上がったんですけどね、はい、でやっぱりお金か,かかるから困ったなと思うけど、うん、まあ文化庁からお金をもらうっていうのはやっぱり私はやりたくない自分で何とかやりたいと思ってやりますよでもそれでも結局私の友人とかいろいろ共鳴してくれる人たちが文化庁の補助金ぐらいの金を俺たちが集めるよっつってやってくれたからできるわけでね。ななかなかねその 自分の金でやればいいじゃないかってうオペラ見たいんだったら自分の金でやればいいじゃないかみたいな話それでは結局金持ちが喜ぶことしか,かお金を持ってる人にしか文化が作れないしお金を持ってる稼げるものにしかあの作品が成立しないということになっちゃいますよね。そ,ねそしてラジオネームタコさんは 今後様々な表現がされなくなりそうです。大丈夫でしょうか。う同様なことが欧米諸国などであったことはありますかと来ています。 これはね、はい、あのー、まあ中抗議があって中心になるということは、うん、過去にアメリカなんかでもあったわけですけどね。うんはい、ただこんなふうに国が、はい、あのこれをいいとか悪いとか言うっていうことは、まあ先進国では自由主義の先進国ではありえない、うんえー、話だと思います。それはその圧元々圧迫国家みたいなところだったら、うん、それは。 あるでしょうけどね、うん、やっぱりそのこ,のこういうことをやる国っていうのはそれこそオリンピックに向けて日本は素晴らしい文化を持ってる国ですよって言いたいのだとすればですよね、うん、あの欧米諸国をはじめとして、うん、あのそういう中身についてどうこうっていうようなことをやるっていうのはもうそもそも文化的な国ではないっていう見方がありますから。うん なんとかこの政治介入を止める手立てっていうのはないんでしょうかね。いや、もともと政治介入ができない仕組みになってたわけですよね。 文化に限らずですよ、はい、大阪辺りにもそういう知事さんや市長さんが時々いますけれども、うん、教育に関してだって、えー、こうだっていう政治家がいてやっていく、うん、何かその政治主導っていうのはね政治家だったら何をしても許される、うん、何を言っても俺はこれだけの人から票をもらってるんだから何やってもいいんだ的なね、うんうん、ことがまかり通っていくことが、うん、文化とか教育というような政治が最も その介入を制限されなければいけないことのところにまで来ちゃってるということだと思いますよねね、うんうん、このね愛知トリエンナーレの問題が今後の芸術界にどんなふうに影響が出てくるんだろうというのがこれは本当にねあの日本の芸術が非常にその疑心暗鬼になってしまって。うんうん、でその 実はこれ残念なことにこういうことになってくると、うんはい、他国の例などを見ていても他国っていうかね、うん、あの韓国の政権がとあの前の政権がこういうことをやったんですよね、うん、あのパク・クネ政権の時に、うん、あの芸術家のブラックリストっていうのを、はい、密そかにあ、はい、政府が作っていて、はい、このブラックリストに載ってるやつにはもうお金は出さないし、うん、いろいろあの便宜は図らないで邪魔するようにするところとなると今度逆にホワイトリストっていうのができちゃって。うん でこ,のこ,こいつらはあの政権の思い通りやるからこの人たちに出しましょうみたいなことになっちゃって、うん、もちろん韓国はそのあの今度の今のムン・ジェイン政権になってからそういうことはもう全部ブラックリストも破棄されて、うん、それをやった人たちも処罰されてますけれどもですよ。うんうん その時ホワイトリストに載ってたアーティストとブラックリストに載ってたアーティストの間には深い溝ができてしまってその演劇界や映画界が分断されるとかね演劇界が分断されるとか美術界が分断されるだから今回のことでもそのいやそれでももらった方がいいよっていう人もいるかもしれないそういうことの中でその芸術界が分断されるっていう恐れがね一番あの心配ですね、うんうん。なるほど この今回の,その表現の不自由点ですが、まあ、寺脇さんはその文化庁のまあお役人を務められたわけですがこの文化に関してですけれどもこの中止になってしまったことについてまずちょっとどんなお気持ちだったのか。 これはだかかららもう一種のテロですからねさっきちょっと申し上げたように、うん、京都アニメーションに対する姉、はい、なんかはもう本当に人の命をたくさん失うようなテロ行為、うんうん、でそのテロ行為をまさに京アニの時みたいになるぞみたいなことを言って脅してくる卑劣な動き。はい、これはまあ別にその このことだけじゃなくて生活保護を受けている人に対するものであってみたり外国人に対するものであってみたりねそういうものが出てきてしまっているとで、だからこそねのもっと説明を尽くしていってあの表現の不自由点だってこういうものも含めて百六の中にはこういうものもありますよという流れの中で作っていってそしてやっぱり世界の人から見たときには日本に対する見方もいろいろあるわけだけれどもまああのー 日本人にとって、まあ、ひょっとするとマイナスイメージが起こるようなことであっても、うん、きちんとそうやってそれを展示していくような国だよっていうふうに示していく、うん、その懐の深さというのが文化だと思うんでねそれをねそれが再開されました。 これは、はいまあ、愛知県知事の大村さんも努力されましたがこれについてはどうですかいやこれはもう再開するのが当たり前の話であって、うん、本来、中止しなきゃいけなかったこと自体が異常な事態、うん、ですからね、うんえー、それはもう再開される、まあ、残念ながらあのなかなか一部の人しか見られないような見たい人がね、うん、多くなったからでしょうけれども。 ただやっぱり今回のことっていうのはその非常に日本の文化史の中に残っていく話ですがこれが再開されたことによって実際は何だったのかっていうことがもう一回はっきり見えてくるのでねそれはそこに行けなかった人にもこういう展示だったんですよとまあちょっと今あのその展示の内容はあんまり外で言っちゃいけないとかいろんなことを言ってるみたいですけどそれは多分あの開催期間中にはっていう意味でしょうから開催が今日終わったところで。 あれれはここうううだっったよっててのがこれから出てくると思うそうするとね、うん、もうちょっとその日本の美術のあり方美術展のあり方というものについてのね、うん、こっから議論を起こしていかないと、うん、さっきのそのもうずっと悪いイメージが残っていくっていうのもマイナスの話ですから、うん、もう怒っちゃったことはしょうがないんで、うん、これをいかにプラスに転じるかっていうのは、うん、その日本の文化とその補助金のあり方ってどうなのかっていうことをね、うんうん いやそのことを取り上げていただけるメディアがなかなかなかったんで, <laughs>、はい、うで今日はもう喜んで <laughs> あの東京から <laughs> 駆けつけた次第だったんですけどもいや今日本当補助金のあり方って、ね、いろいろ勉強になることがたくさんありましたねう寺脇さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました,ました今日は愛知ト,、えー、トリエンナーレ補助金不交付問題を考えると題して元文部科学省の官僚、えー、寺脇健さんにお話を伺いました 今日その他のニュースをお伝えします福本慎吾キャスターお願いしますはいお伝えしますトルコ軍がシリア北部のクルド人勢力に対して軍事作戦を展開する中シリアのアサド政権軍はトルコ軍に対抗するためシリア北部に兵を進めましたまたこれまでアメリカの支援を受けてきたクルド人勢力は緊張関係にあったアサド政権との協力を発表しました 一方、アメリカのエスパー国防長官は、トランプ大統領がシリアの北部に駐留する全てのアメリカ兵の撤収を支持したと明らかにしました。トランプ大統領はツイッターで、トルコ国境の激しい戦闘に関わらないことは非常に賢明だと主張しました。アメリカ軍の撤収に伴いシリア北部の情勢は大きく変化し、トルコ軍とクルド人勢力の戦闘がアサド政権軍を巻き込んで拡大する恐れが出てきました。 家族ぐるみの不正疑惑が持たれている韓国のチョグック報省が今日午後辞任しました。報省を辞任した著氏はコメントで、これ以上私の家族のことで大統領と政府に負担をかけてはいけないと判断したと説明し、さらに検察改革のために最善を尽くしたと強調しました。 一方、側近として著氏を報奨に起用したムン・ジェイン大統領は辞任発表からおよそ1時間後結果的に国民の間に多くの葛藤を引き起こした点に対して非常に申し訳ないと思うと国民に謝罪しました先月世論の半分が反対する中著子の報奨任命を強行したムン大統領ですが疑惑に揺れた側近の辞任は政権運営にも極めて大きなダメージとなりそうです 中国が発表した9月の貿易統計によりますと中国からアメリカへの輸出額は去年の同じ月に比べて22%減りました9月に実施したアメリカの制裁関税拡大が響いたとみられますアメリカは9月1日中国からの輸入品ほぼすべてに追加関税を課す制裁の第4弾を一部発動しましたこれに対し中国も、 アメリカの農産品などを対象に報復関税を即座に実施し、貿易戦争が激しくなりました。対米輸出の不振を背景に、中国全体の輸出額は3%減少とマイナス幅が拡大しました。成長の牽引役だった輸出に限りが出てきたことで、中国経済の下押し圧力が一段と強まり、世界経済にも悪影響が広がる恐れがあります。ニュースは以上です。 続いてはこのコーナー10分で今を解説担当は福本慎吾アナウンサーですはいこんばんは引き続きよろしくお願いします,ししますニュースでもお伝えしました通り台風19号による洪水や土砂災害の被害で、うん、これまでの集計共同通信によりますと11の県で53人が死亡し人16人が行方不明となっていますとても広い 県で被害が出ていますので、うん、全容解明にはまだ時間がかかると思いますけどもそうです、ね、ボランティアも入ったりと復興、うん、復旧に向けて活動も続いています、うん、ということで今日のテーマなんですが台風19号についてお伝えしたいと思います、はいえー、今日は MBS 気象情報部の気象予報士吉村真希さんと一緒にお届けしますよろしくお願いしますこんばんはよろしくお願いします吉村さん早速ですけども、はい、台風って最近どんどん大きくなってませんか <laughs> 去年の二十一号でしょあれは結構大きかった。はい、だけど、この間の十五号もかなり大きかった。だって、それを上回る十九号ですよね。これそうですね。あの十五号は大型というよりは、はい、勢力が強かった。勢力が強かった感じなんですよね。強い台風が毎年のように来るようになっております。うん、これはあの台風十九号。 19号ごめんなさい、うん、大型で強い台風だったんですけれども、うん、日本近海の海水温が平年より高く。うん ななっているからなんですよね<ー>今年ってね思い出していただくと梅雨明けししたた途端に急に急暑くなりませんで8月から9月初めにかけて結構な暑さで熱中症になられる方も多かったんですけれども、うんはい、その夏の暑さが今の海のあったかさにつながってきている影響してきているわけなんですよね。<ー> で水なんですけれども水の方が空気に比べるとあったまりにくいので遅れてあったかさがやってきてえ海水温って9月月から10月が1年のうちですから秋の今の時期が1年で一番海水温が高い。 なので、勢力をあんまり落とさずに日本に上陸をしたということなんですよね、うんえー、例年10月って台風、そんなに来てましたっけ、なんか9月が多かったのかなという印象だったんですか <laughs> そうですすかそうね9月から10月にかけてが大型の台風が来やすいシーズン。うんえー、じゃあまだもう少し注意しないといけないいいとけんですね、うん、まだね、10月、うん、真ん中ぐらいですもんね。ね<ー>はい 台風って何月ぐらいまで気をつけた方がいいものなんですか。<laughs> <え>過去に一番遅く上陸した台風、十一月三十日に十一、はい、月三十日、はい、<laughs> 和歌山県の白浜に上陸した台風っていうのがあるんですよね、えー、<laughs> ですから今年もこれで終わりじゃなくて、えー、まだこの後も上陸する可能性は。 ゼロではないと思っておいていただけたらなと思います。日本に上陸する台風の数も年々増えているような気もするんですけど。上陸する数上陸の数ですよね、えー、はそんなには変わってませんで、えー、今後のあの温暖化していって台風の予想っていうのが出てるんですけれども、えー、台風の発生する数自体は少なくなるって言われてるんですよ、えーえー、はい上空まで温度が暖かくなると、えー、この 空気のかき混ぜ大流が起こりにくくなって台風の発生する数は減るって言われてるんですけれどもうん、うん、その代わり海水温が高いですからうん、うん、今年のように勢力が強いまま上陸する可能性があると、うん、あつまり、うん、パワーのある台風がパワーのあるまま日本列島にやってくることが増える恐れがあるとというこまたこの今回の台風って秋の台風にしてはスピードがちょっとだけ遅め。うんえー 秋は上空の偏西風に乗るので時速が50キロから60キロぐらいでピューって通り抜けていく台風が多いんですけれども今回は35キロから40キロぐらい遅いですねですからなかなかその大型の雲から抜けられずに大雨が長い時間にわたって続いたということなんですよね。 ずっと雨が降るというところはそこで河川の氾濫が起きたり土砂災害が起こりやすいっていうことになりますけども特別警報気象庁が出るかもしれませんよと事前に言っていました結果として今回13の都県に出ました東北地方や関東地方新潟県にも出てるわけですよねとても幅広い例に特別警報が出たんですけどもこれだけ多くのこと地域に出るというのはやはりこれも 台風が大きいかからですか、ね、あそうですすねねそう台風が大きくてスピードがあんまり速くなかったというのが影響原因の一つだったんじゃないかなと思います。去年の7月豪雨でも特別警報出たんですけれどもその時は11の府県だったんですが今回は13の都県だったので過去最高を更新したということになります。関東の山沿いで本当にに記録的な豪雨になって であれだけ広い範囲で大雨川の氾濫につながったということなんですよね台風がこう上陸すると少しずつこう勢力が衰えていくイメージがあるんですが、はい、今回宮城県のあたりまでずっとその強い雨が続いてなかなかこう勢力が弱まらなかったのかなというようなイメージがあったんですがそうですね やっぱり海水温が本当に日本のすぐ近くの海まで高いので、うん、なかなか勢力が落ちないですし、うん、勢力が強いまま大型のままで上陸するとなかなか勢力を落とさないということになこれからもそういう広い範囲に特別警報が出るような事態になることも考えていかなきゃいけない、うん、はい。 今後は強い台風がもっともっと増える可能性がありまして地球温暖化であの海水温がた高くなってるわけでしょ、はい、どんどん高くなっているわけですからね、うん、2>, 2年連続でこういう強い大型の台風が来ましたけれどもまた来年も来るような可能性を秘めていると思ってください。うんうんはい、で今回様々なところでで被害が出ていますけども中でも中 長野県長野市の筑馬川、はい、大きな被害が出ています。筑馬、うん、川の決壊した場所が幅70メートルにわたって堤防が崩れたわけですよね。うん、そして川の水が流れ込んだわけなんです。まあ情報を整理してみますと、事前に特別警報が長野県に土曜日のお昼、うん 3時30分に出ていました、うん、その後長野市から避難勧告や避難指示という情報も出たんですが、うん、水が溢れたのが日付変わって日曜日の0時、うん、1>, 1時ごろだと言われています。うんまあ、いわゆる夜に 大きな被害が出たということになりますが、うん、ま避難するタイミングというのも台風の中では難しいんですけども、はい、やはり早めに逃げることに越したことはないというのは、うん、翌日二階に取り残された多くの方を見る限り感じるところですよね、うん、そうですね救助された方口々におっしゃっているのが、うん、早めに逃げればよかったっておっしゃってたんですよね、うんうん、あの救助されますと最低限の本当に大事なものも持たずに行かないと気のみ気のま,まですもんねそうですよね、うん もっと早めに逃げておくと最低限の大事なものだけは持って逃げることができますからやっぱりもう最悪の事態になる前早め早めに逃げていただくっていうことが大事じゃないかなと思いますで安全な避難所に逃げていただくっていうのが一番なんですけれども避難所に行くのがちょっと大層でって思う方はもうご親戚の方のお家でもいいですしご近所の マンションにお住まいの方、うん、安全なところに住んでらっしゃるお友達のところに行くのでもいいですし、うん、そういう避難所に行かなければみたいな頭は捨てていただいてちょっと柔軟に考えていただくともっと早めの行動につながるんかなと。 そうですねこのコーナーで私何回も避難の話特集でお話してますけども大きく避難って3つあるんですよね一つ一番分かりやすい行政が指定している避難場所学校や公民館に行くことこれがやはり心理的にハードルになることもあることは確かだと思いますザコネかもしれないとか寒いかもしれないとかペット飼ってたらちょっと行きにくいなとかそうですねいろいろ改善もあるんですけど心理的ハードルが高いと思うんですねで2つ目が吉村さんおっしゃったようにご近所の方とか親戚 また遠くに住んでる友人の安全な家にお邪魔すること、うん、できれば水害ですと鉄筋コンクリートのマンションの上の階にお邪魔することも有効ですし、うん、で最後の最後もう目の前に水が来てしまったと、うん、もう今からじゃあ外に逃げられない場合に近年有名になった垂直避難 2>,、うん、2階への避難、うん、あくまでこれはもう 最悪の状況での避難の方法であってまだ余裕があるのに2階に逃げればいいやではないとここを誤解しないことがとても大事なんですねですので吉村さんおっしゃった通り早めに逃げてれば大事なものを持って逃げることができると垂直避難で最後レスキューの方とかボートで助けられると何も持って逃げることができないと,ということになってしまいます。 去年の真備町の西日本豪雨でもですね、うん、真備町だけで2350人がボートなどで救助されたってことですので、うん、これだけ大勢の方をボートで助けようヘリコプターで助けようと思ったら時間がかかるわけですよね。ですので早めに大事なものを持って大好きな人のところに行くわけです、ねうん、本当です、ね、<laughs> 友達のいるところに行くと <laughs>、はい、それが一番いいのではないかなとう本当そいです。 ご自分のご自宅が、うんえー、洪水になった時にどれぐらいまで何メートルぐらいまで水が来るかっていうのを見ることができます例えばあのこちら<ー> MBS の本社ですと3メートルから5メートルぐらいの浸水想定がメートル来ですと、うんえー 1戸建てのお家でしたら2階の床上まで水が来るのが3メートルで5メートルになるともう2階まで水没するぐらいになってきますなので5メートルの浸水想定が出てると3階以上に逃げないと命が助からないと思ってくださいハザードマッププラス何メートルぐらい水が来るのかっていうのもしっかりチェックをしていただくことが大事になってくるんじゃないかなと思います。はい 長野市のハザードマップ、インターネットで先ほど検索して入手したんですけども、はいはい、1000、えー、年に1度くらい起こると言われている大雨の場合の想定でハザードマップができていまして、はい、今回決壊した場所の辺りを見てみますと、はい、想定では10メートル以上の。 水に浸かるといいう想想定定までで最悪の想定がされていたわけなんです、ねえー、で今回それが悲しいことに起こってしまったわけですから、うんうん、やはりハザードマップの事前に見ておいて逃げるべき時に逃げると、うん、でもっと言うならば1,000年に一度レベルのものが今起きてしまうと。うんうん 1000年に一度というと今年かもしれない1000年後ぐらいかもしれないという,ふうなスパンで見考えてしまいがちですけどもそうではないということをですね確認する台風19号の災害かもしれませんねねそうです、ね、これまでの常識では通用しないぐらいの強い台風が来るようになってまして気象庁も災害は新たなステージに入ってますっていうような言い方をしているんですよね。新たなステージはい これまで大丈夫だったからって言って今後大丈夫とは限らないこれまで起こったこと経験したことのないようなことがこれからは起こる時代に今入ってきてるんですよということとなんですもうとにかく早めの避難をするしかねできることないですよね、なかなか動くっていうことが大事ですね。そそううですね本当なんけど あのなんかテレビなんか見てるとねやっぱりこれだけその災害が報道されて早めの避難をというこう呼びかけてるにもかかわらずどうしても取り残されてしまう人たちがやっぱりどうしてもいますね。そうですね。やっぱり我々意識変えていかないといけない <laughs> そうそうっていうところかもしれないですね。やっぱり自分は大丈夫ってなんか安心してしまうっていうのかう防災心理学の用語にもあるんですけれども大丈夫って思っちゃうんですよ。ね、でもそれをあの偏見を破って逃げる行動を起こす。うん っていうのが大事かなと思いますありがとうございましたここまでの担当は私矢野博史と北口朝野と福本慎吾と吉村牧でした